残念すぎる。マイン追跡の佐野回収に逮捕の方、性的暴行の疑い。皆さんこんにちは、ミンサカニュースです。とても残念なニュースが入ってきました。今夏マイン追跡が決定した鹿島アントラーズ所属の佐野回収選手に逮捕されたとの報道が流れています。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事は読売新聞から。女性に性的暴行を加えたとして、警視庁がサッカー日本代表 MF の佐野海舟容疑者23ら男3人を不同意性交容疑で逮捕したことが捜査関係者への取材で分かった。逮捕は14日。捜査関係者によると、佐野容疑者は知人の20歳代の男2人と共謀し、14日午前4時過ぎ、東京都文京区湯島のホテルで30歳代の女性に性的暴行を加えた疑い。女性が直後に110番し、駆けつけた警察官がホテル近くの路上で3人を発見して身柄を確保した。3人は女性と事件直前まで一緒に食事をしていたといい、警視庁が詳しい経緯を調べている。佐野容疑者は昨年11月ワールドカップ W 杯アジア二次予選の日本代表に初選出され、今月4日には鹿島アントラーズからドイツ一部のマインツへの完全移籍が発表されていた。このように報じています。いや、これが本当であればとても残念なことです。もちろん伊藤純也選手のような件もあるため、まだ何とも言えませんが、伊藤選手の件との大きな違いは現行犯で逮捕されていること。日本のサッカーファンとしては何かの間違いであってほしいところですね。では次に、この件に対するネットの反応を見ていきましょう。現行犯逮捕なので、ほぼ確実な証拠もあるのでしょう。この一件で遠藤や森田の後継者とされていた佐野自身を失うことはもちろん、世間からのバッシングも含め、日本サッカーは大打撃を受けることになる。なんとも衝撃的なニュースが飛び込んできた。これはかなりアウトだろうな。その場の通報によるものだし、言い逃れのしようもない。絶句ですね。代表選手ってだけでモテるんだから、普通に彼女作ったらいいのに、どうしちゃったのか。伊藤純也のとは違って現行犯。ドイツでの日本人のイメージ、地位を落としかねないね。マインツからしたら誤算だよな。伊藤純也とは違って現行犯逮捕だもんな。これは驚いた。特にマインツ移籍直後というのがまずい。朝起きたら絶句するようなニュースが。性的暴行が事実であれば、選手生命が絶たれる可能性が非常に高い。驚いたね。まずは被害に遭われた方へのケアをしっかりしてほしい。有罪なら5年以上の懲役で執行猶予はつきません。これで選手としてはもちろん、引退後の人生をも棒に振ってしまうことを、なぜ予測できなかったのでしょうか。女性も怖かっただろうに。もちろんどんなタイミングであってもこういうことがあってはいけませんが、これからドイツに移籍するタイミングにこれは非常にまずい状況ですね。下手をするとマインツ移籍は破談、それどころか選手生命を絶たれる可能性すらはらんでいます。我々サッカーファンからすると何かの間違いであってほしいと思いますが、ただ一方、実際に被害に遭われたと訴える女性の方がいるわけですので、今はただ追加の情報を待って、この件の経過を見守りたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると、今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。